本のピラミッドでマッカーサーは何を探したのか。実は皆さん、あの有名な第二次世界大戦の時のアメリカのマッカーサーが必死に探したって言うんです。何を探したのか、すごいミステリー。県の黒俣山が人工的な建造物であることを確認した。黒マンタに隠されていた衝撃の新事実とは、なんと地下およそ2メートルの山肌全体に硬い石のようなものが階段状に並んでいるというのだ。確かに古代日本にピラミッドは実在した。さらにピラミッドと考えられるものは日本全国にまだまだ存在する。番組ではさらなる情報を求めて日本各地、北から南まで点在するピラミッドを徹底調査した。そして調査を進めるうちに非常に気になる情報が飛び込んできたのだ。日本のあるピラミッドを GHQ が調査していたというのだ。日本のピラミッドでマッカーサーは何を探していたのか。そのピラミッドとは伊豆諸島大島と新島の間に浮かぶ小島、利島。利島村の村史には確かに米軍、つまり GHQ が上陸したという記述がある。村史によれば、終戦間もない1945年10月某日、 GHQ は玄関口である港を避けるかのように断崖絶壁から上陸。島で出会った島民にピストルを突きつけて軍需施設を見せるように迫った。戦後日本を統治した GHQ 最高司令官ダグラス・マッカーサー。彼が軍事的にさほど重要でないと思われる小さな島にわざわざ GHQ を送り込んだ目的は何だったのか。日本に存在するピラミッドを調査研究している日本環太平洋学会、その理事を務める田中嗣人教授は、日本のピラミッドに注目した人はマッカーサーが知られてるんですけども、彼は戦前の酒井勝時の日本のピラミッドっていう書物を読みましてね、伊豆諸島の利島を GHQ によって調査させたっていうことが言われてます。日本にもピラミッドがあると提唱したのはキリスト教の伝道師であった酒井勝時。彼の書物が国立国会図書館に所蔵されていた。現在その書物は国内で唯一この国会図書館に残されているだけである。こちらになります。中世史の保存袋で入れてあるんですが、はい、どうぞ。太古日本のピラミッド。1934年に記したこの本で彼は日本にもピラミッドがあると発表したのだ。現在この本は特別な棚に置かれている。この番号を見ますと、この資料は一旦アメリカ軍に渡り国会図書館に戻ってきたものだということがわかります。 GHQ は終戦直後日本の書物を次々と接収した。その中に太古日本のピラミッドが含まれていたのだ。やはりマッカーサーは日本のピラミッドに目をつけていた。 GHQ は利島で何を調べたのか。洋上に浮かぶその姿はまさにピラミッドそのものである。皆さんこんにちは。こちらは USS UFO 科学大学院と申します。 USS それは UFO 科学大学院のことです。 UFO Science School This is UFO Science School。 私たちは100年先以上の未来科学について学習研究する NGO 障害教育機関です。 USS からのメッセージでした。